Oh,
Yeah.
光は限りなく何時のものなのかな。あなたの御言葉は変わらず、そしてあなたの真理は揺らぎなく、そしてあなたの恵みはこの地に、そして私たちの一人一人の中に満ちています。私たちは今聖霊によってそれを感じ取ることができます。あなたから離れ罪の奴隷となり、正義を知らず真実を知らずさまよっていたものから、私たちはあなたの民として真実を受け継ぐ神の子として、イスラエルの続きに霊的子孫としてつなぎ合わされたものです。この御言葉を私たちは信仰によって信じます。神様、イエス様の皆によって私たちの罪許され、イエス様の救いによって私たちは神の子となったことを信じます。そして私たちの人生は神様あなたのように作り変えられ、そして私たちはあなたの手足としてこの地上を再び正しく管理していくもの、第二のアダムとしてきちんとこの世の中を収めていくものと作り変えられていくことを宣言します。どうぞ助けてください。そしてこの人生が何であるかもっと教えてください。あなたの御言葉によって私たちを強めてください。あなたの手の技を磨いてください。私たちが思う以上の人生を、あなたが私たちが想像する以上の真理をあなたが用意してくださっていますから、どうかそのところにしっかりと立つことができますよ。今日私たちの本当にこの理性を解放し、そしてこの霊を解放し、神様あなたの前に自分の限界を認め、あなたご自身の中に入っていくことができますよ。愛においても恵みにおいても知識においても、あなたのように今までの殻を投げ捨てて、より大きなものとして、そしてまたこの現実を神の力によって切り開いていく、それが希望となり証となり、また多くの人を救いとして引き寄せて、そのような集団になっていくことを心から願います。神様、一人一人を整えてください。期待いたします。イエス様の名前を通してあなたにご栄光を返して、心から心を合わせて御前にお捧げいたします。アーメン。
光の声は神の声だと言われても自分がいい立場の時もあればちょっと残念な、ね、立場の時もあるでもどんな立場になっても光の子として正しくこう模範者として振る舞いますかということをね、まあ、神様に問われていますと謙虚さを学ぶし、まあ、イエス様自身がそのように生きられた方だから元のクリスチャンでやっぱ試されますね。何度何度も言うときばっかりじゃないですよねというのが2月で、まあ、3月はじゃあその問題とか大変な状況で模範者として振る舞いますって言うけど、じゃあ本当に神様が望むような方法とか振る舞い何したらいいのか、何やれるのか、まあこういうチャレンジです。自分のやり方でやったらやれるけれども、神様が新しいやり方で、まあ、例えば会社を倒産してでも信仰を貫いてそこで一人でも二人でも救われた方がいいから、ちょっと危険な冒険やってみて、クリスチャンのお前やからこの仕事を任すねっていうのが来た時に、いや順風満帆な仕事はいいですけど、まあ、ちょっとしんどい方のミッションは嫌やなとか思うわけですよ。さあ本当にどこまでこう神様に従っていけるのか、まあ、これは大きい小さい信仰者ってずっとそうなんですよ。だけどやっぱりいやそのやり方に合わせれるかな、あるいは今まで考えてたやり方と違う解決方法を試してみるとかね、いろんな人に助けていただくとか、まあ、そこでいろいろ祝福がありました、いろんな人集まって話を聞いていただいたり、新しい問題をあれのままオープンにして共有して新しいものが来てみんな祝福されたり新しい関係ができるとか、まあ、そういうちょっとやり方を変えてみようとか、どこまでも委ねてみるってことをちょっとやってみようとか、今は3月です。で4月になってですね、まあ、ちょっと年も明けて、資金繰りのお金のことがあってね、僕一つこだわりを捨てたんですよ。一つは無借金経営のこだわりですね。できるだけ経営をするならお金を借りたくない、まあ、これは正しいですよ。知恵やることですよ。もう何でも金でも神様助けないと好き放題やったり、絶対だから計画立ててやりましょうよと後で言いますけど、いい言葉を見てます。でもまあ、借金をしないのが、まあ、自分にとってはベストやけども、だけどまあ会社が大きくなってくると銀行とお付き合いがないというのは困るわけですよ。あるいは銀行がうちの会社のね、まあ、帳簿を見て資金評価をしてくれたんです。会社の成績表を作ってくれたわけですよ。ほんならまあこの今のようにやっぱキャッシュフローで損益というんですけど、お金入った出ただけでいけば超優良企業だけど、貸借の方でバランスシートという全部の負債と資産の全体を見たときにはやっぱ資産ないし、まあ、すごい全然ダメな感じ。 PL ではすごくいい、でもバランスシート BL では全然ダメ、もう分かってたけどね。やっぱその今の形で、まあ、ベストやけども、これじゃもっと何か大きくやるとか、あるいはもっと規模が大きくなるとかってなるとやっぱ限界が出てくる、まあ、ちょっとお金が足らないので社長が1ヶ月2ヶ月給料止めたぐらいではこうチェック焼け石に水どうしようみたいなね、ものこだわりもしたかったということで、お金を借りてみました。銀行から100万円だけ、もう利子 1.14 倍まですごい低い利子なんですけど、もったいないな、クソとか、まあ、ちっちゃな節約にすぐこだわりてしまうよね。でももっと大きな仕事が絶対あるんやけど、ちょっとやってみようと、まあ借金あろうとなかろうと、ね、言うても常識の範囲やし、神様助けれるくらいから助けてくれるやろうと、どっちかというと自分のこのこだわりに近いところを、まあ、状況も変わってきたし、ちょっと慣れてみようかなっていうのが、まあ、僕の中での方法もあった実務ですかっていうね、チャレンジを4月やってみました。で、まあこうね、5月になって、まあ、そういうところを通ってきて、やっぱこのヒストリックとか忠実さも大事やけど、やっぱりいつも委ねていく安心していくってことがすごく大事なのでね、お金について考えるときに、しかし僕はほんまにお金の流れについては弱い男やなと思うわけですよ。 でもよう考えたら学生の時は全然ねこんなに逃げちゃうかったんですよ。もうお金も信頼も全然一人でやるより何も怖くないし、まあ強いタイプの男やってまあまあ貧乏なとこ通ってくるんでね。だけどまあ多くのものを背負っていくと、まあ、その期待に応えたい、もっとやってあげたいっていう持ち前のサービス精神が出てきて、もっとお金欲しいなと思うわけですよ。でようよう考えたら、こちらのタイトル出してもらっていいですか。お金を何のために使うねんということなんですよね。経営やってるとね、お金はね、あったら安心なんですよ。まあ、それだけでも大丈夫ですよ。金で安心を買うな、お前ら。お前ら、僕のことですよ、すみません。皆さんのことじゃないですよ、まだ。クリスチャンたち。金でね、将来の安心をね、ついつい買おうとするんです。こんだけ単語上がったら楽かな。いや、そうですよ。ヨセフなんかそうですよ。これから7年、基金が来ますって言うねんから、7年かけてしか貯めてんから、計画性を喋るという意味では絶対必要です。だけど、お金欲しいな思うけど、じゃあ何のためにいるの？どういうことのために使いたいの？ってことをすごくまあ考えさせられたのが、
まあ、ここ数ヶ月なので、まあ、ちょっとそのことをね、今までも聞いて、まあ、先週は話してもらいますけど、信仰、試練の時こそ信仰をできますと。信仰というのは、約束されたことを信じ続けますということです。ね、信仰ただ、ただ神様信じて目つぶって、もう盲目になりますではなくて、信仰とは神が約束されたことをちゃんと信じきって、耐え忍びますと。じゃあ、どんな約束を皆さんは私は握ってるんですか？どんな罪を犯しても私たちはもう義とされてます。もちろんます。もうそうだし、私たち光の交換さも必要必ず与えられます。その御言葉の全ては真実ですから、一人一人が何を握りますか、特にしんどい時こそそれを試されますよね、というのが、まあ、前回の流れで、今回は神様と人に対して自分が謙虚になるというのは、まあ、自分の知識の限界を知って、まあ、一歩踏み出してみる。で、まあ、新しいことをするとまた新しいものの収穫がありますから、この神様は新しいことなんですよね。巻いたものが刈り取るというのは神様の原則ですから、謙虚にそれを巻いていくということはすごくいいことになるんだということをいろいろ学びました。まあ、それでですね、今日はいろいろそこで振り返ったんです。お金にまつわるエトセトラを。もう短い20年ほどのクリスチャン人生で、そういえばお金とか物とかいろいろあったなと。で、そこでちょっと皆さんにね、ちょっと聞いてみたいんですよ。どう、お金に関する証ってありますか？なんかこう、お金やこう与えられたこととかね、まあ、こう信仰が通貨となるというかね、信仰が必要に出す。お金はあくまで手段ですからね。で、これで何をするのということなんですよ。まあ、なんか証しありますか？あるいはこんないい条件で来たとかね、お金に安心感を置いていらっしゃらない方には今日のメッセージもどうでもあります。そんなレベルかという話なんでしょうけども、まあ、いろいろ背負って、昔はそうじゃなかったですよ、本当に、ね。だけど、いろいろ背負って、いろいろこうなってくると、やっぱこう、あれは安心するしとか、まあ、あれはこう経済的な、経済学の教科書があるわけですよ。毎月の人件費の倍ぐらいのキャッシュフローは乗っておきましょうねとか、まあ、常識の範囲でね、皆さんの家賃は収入の3分の1ぐらいまでに抑えないとダメですよとか、まあ、それは人間の知恵として、ファイナンシャルプランとして、当然あるわけです。当然そうです。まあ、僕、なんかあります？お金の証ないですか？いっぱいありますよね、皆さんね。ね、ありますよね。与えられた、帰ってきたからね。そう、あちらの方々もね、素晴らしい買い物を、人生で一番の買い物というのは結婚ですけれどもね、奥さんを買うときにちゃんと準備されたのお金がないどうしよう言うたら、できる範囲の中でベストな物件が与えられたとかね、もうリフォームも全部済んでます。300-400万もそんなのかかるのに、それも込みで買える値段でしたら、もうお金はないけど必要は完全に満たされた。あれはアドナイルやなと思ったらね、うちの会社の人の証がありますね、2人で大国会でどんな家買おうかっていろいろやってたのに、1,700万の買い物するのにね、ほんまやったら1,500万相当のものが何百万かで1,000万くらいで買いました。証じゃないですか。通貨はないけど必要が満たされてるんでね。で、必要があるというのもいいことですよ。これがしたい、あれがしたい、こんなのがあるというのは必ず何かの目的が皆さんの中にあることだから、目的を持ってその必要がありますというのをお父さんに願うことは何も間違ってない。あるいはそれを手に入れるためにいろんな努力をするのは確かに間違ってない。で、しかも僕は学生の頃とかは自分で稼ぐ方法もなかったんでね。ほんで大学の2年生終わってからはね、もうバイトも辞めて、クリスチャンなんて心燃えてて、教会に転がり込んで、教会住んでたんですよ、地下室にね。デイブイのとこうちゃんのところへと。で、まあそこに何人かこう、サッカーの連中とか、救われてるとか集まって、もう若い男たちの裸でビビたるっていう、そういう学生生活なんです。ほんで、まあ、バイトも辞めちゃって、教会が楽しすぎて、ほんで、金ないんですよね。金ないけど、まあデイブが毎月5万円もらえる宣教師のそのお給料でいろいろ俺を養ってくれたりとか、あるいはまあ、クリスチャンになった女の子とかが親がね、三重県やから言ってね、仕送りしてくれるとか、ソース育てをもらったりとか、とうとう何も食うものがなくなって、しまいにはメリケンコをこねて、塩を入れて焼いて食べてたとかね、あこれ、種なしパンやから、ジーザスパンやな、メリケンコって、ね、すごい聖書的やって言われましたね。とうとうメリケンコもなくなった日があって、どうするの言うて、朝みんなで、今日ほんまないな、醤油しかないでみたいな気になって、で、まあ、学校行きました、帰ってきました、地下室の扉が開きました、ほんなら、ドーン！米俵が。米俵ってまだ閉まる方じゃなくて、紙袋の方のね、30キロか40キロの米俵がドーン！友達が松坂の子で、お父さんが娘がお世話になってますって、塩取りがバーンって、朝米バーンって帰ってきたら、あれなんだ、まあ、こんな生活をしてるとね、本当ね、何も頑張らないとダメなんだよ、なわけですよ。バイトもしないしね、教会楽しいからって。ほんで、まあ、金曜日にはフライデーナイトパーティーで伝道しまくって、もうそれが楽しすぎて。
で、フライデーナイトパーティーもそうですわ。なんか来たらみんなに出してあげたいな、スイーツ買いたいなと、もうそんなお金も教会からもね、図書費もろたりとか、ミニストリー費とかね、いろいろ言うて、取ってるんで、全部もう、あーっと買うんでしょ、足りひんと。で、ある時その、フライデーナイトパーティーが終わった後で、みんな10時半とか11時頃、駅に見送りに行くんですよ、バイバイで気づけてね、北の方やったんでね。で、それ終わって、あー、一人で着いたな、で、何人かの4、5人で、いつものメンバーでこう、坂上がって、こう、帰っとったんですよ。で、ちょっとこう、来た道と違う斜め行くと、こう、ローソンがあるから、そこ寄って、噴水でちょっとベタベタやって帰るっていうパターンがあって。で、この、こっち側の坂の道、ローソン行く道の入り口にこう、駅前やったらね、ミスタードーナツで、ドーナツ屋があるんですよ。で、振ってみたらね、ドーナツ屋の兄ちゃんが一生懸命掃除してるんですよ。俺ら当たらなんかの人一緒に行かなきゃいけないなぁ、ほんで。よう見たら、戸棚から一生懸命ドーナツを布団に入れてるんですよ。めっちゃ言うねん、ドーナツ。片付け。まあ、めっちゃ頑張ってはるけど。よくまだ掘ってるよ。掘ってる。いらんもん。取ったんじゃない。いただこうか。いう話になって、そのまま12時過ぎまで、また噴水で1時間、時間を潰して、この道の裏側の道をまた下っていって、でっかい業務用のが2つほどでっかい、あれ何十リッターいいんですかね、こういうタイプの大きいやつが、ゴミ箱があったんですよ。でそれでバカン開けたら、もう白いビニール袋がもういっぱいあって、40リッター、70リッターかな、あの大きい業務用のやつ。赤子めっちゃ多いやん、ここで1個バッと開けたら、もう中にこう、コーヒーやとかね、あと当時のミスタードーナツ、中華もやってましたから、ヤムチャのなんちゃらとか、今もあるね、今もあるね、あのドーナツやね、エムタドーナツ、エムちゃんのところ、ああ、そうか、そうやわ、そうやわ、この袋のどこかにドーナツ入ってるかもしれないけども、まあ、コーヒーのカスとか、ヤムチャとか、いろいろかかってしまってるわと、まあ、ちょっと残念やなと。だけど、あの量は尋常ではないと。必ず一つドーナツだけの宝の袋があるはずやと。信仰によって。ほんなら、俺は無理やな、ほんなら。そういうのね、結構まだ、ええとこの子やったんで、当時まだね、19歳、20ぐらいやから、経験値まさかだし、ほんなら、デーブ・ユーマの子が来てね、わかるやで、ね、って。バーン飲み込んで、こう、もう、なんか、ああいうの、半分ちょまじ、バーンって。クン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 って匂い始めて。これやれ言うてポーン取ってこれやれって匂って渡ったんやったらほんまに全部ドーナツなんですよ大当たりほんでこれ一生懸命つけてで、お兄ちゃんと早く帰ろうってドーナツいっぱいね、この70リッターにこう半分に入るじゃないですかもうね、持ってなんかもう一人では最後な無理やと転ってる結構な重さになって3人ぐらい交代でね持ってからの感じでこれ重たいんですよでバーン開けたらもうフレンチクルーラー、ブルーベリーマフィン、チョコチョコなんとかなんとか、横文字の美味しそうなやつがもういっぱい。で、ダーッみんな食べ始めて、感謝しませんか、祈らない、感謝していただけますと言いながらもう。ほんならもう大体もう、途中盤だとお腹もいっぱいになってきてね、もうみんな贅沢になってきて、俺なんかみんなそのええやつ狙うじゃないですか、美味しいやつね、ブルーベリーとかチョコレートなんとかクルーラーとか、こうクルーラーやと思って振ってみたら、誰かかぶり刺しなんですよ。こいつ一口で帰るとかさそうや、下田、俺も全部食わんと一口で食う、あ、下田、ほんで全部店主やんねんからっていう話で、まあ最後に残ったこのオールドファッションっていう美味しくないやつばっかりが残って何の味もついてない、ただの茶色に丸いけど、本当はとかいうのが日曜日の礼拝の後の交わりに、アルミのうちでも太ってるアルミの金色の鍋に山盛りが出てくるの今日の挨拶がこれどうしたらあるんだよいやちょっとみたいな箱もあって鍋に置くのがちょっとバタリまあそんなね、俺もまたもう若いこんな時間そんな話を知りたくないですまあそんなもあったしあとまあ僕の中でそのデイブというのが、まあ、いつもこう信仰によって生きて与えられて与えると神様が与えるってことをまあいろいろ教えてもらったけど生き様でも教えてもらってねでまあ、自分の小遣いを持ってるものは全部、まあ、僕らの弟子に使うと。で自分がたまに帰るときに、アメリカあるときに帰るときに、もう昨日もね、アメリカのことを見てたから、お金ないと。どないして空港まで行こうかなと。大丈夫かって言いながら日曜日礼拝終わって行く時間になったら、へへ、大丈夫って昨日言うたよって言って、ふってみたら日曜日、どっかのおばあちゃんから、行ってらっしゃい、お世話になりました、元気になってて、ペッて1万円出てきて、なんて言うたらどうなんだね。
もう宵越しの金を、まあ、日曜日やから誰か献金くれるやろうって読みが今思うとあったんかもしれないけども、当時の僕はおお土曜に使い切ったか備えずにこいつはと正しいことをやった。まあちょっと勝負もあったと思うんですけど、なんとかじゃんおばあちゃんくれたわって言って、このまま赤いの着て1万円出して、ほうこれはちょっと参考にしよういや、姿勢として、いや、まあ、今でも覚えてるんですけどね。で、あとクリスチャンになりたての頃にね、まあ、ある女の人がね、なんでクリスチャンになったかの証をするときに、まあ私はそのクリスチャンホームで来て3世か4世やと。で、まあおじいちゃんが昔おったときに、そのおじいちゃんがね、あるときなんか100万やったか120万やったかを取られたか落としたか泥棒にあったかで、なんか知らんけどパーンって100万か120万取られたか、なくなったかしたと。まあ、その場にまあ孫として子供心にまあおったの、高校生か大学生になるか。100万円取られた時のおじいちゃんの態度がもう極めて冷静、もうまあ神様が取らはったんやなって、まあ、しゃあないわな、もうそれですよ。だその姿を見てもうなんか孫娘はもう信仰もおかれて、まあそんな話を聞いて、まあ当時僕もあのクリスチャンになって1年目か2年目で燃えてたんで、いやまあ俺もできるやろなみたいな思ってたんですよ俺もおじいちゃんだったらそうなんやろなぐらい思ってて、今何やねんか背負ってるもんがちゃんとあるから、まあ、自分一人やったらそれぐらい別にええなとかね、まあ、必要は絶対与えられる信仰で行こうっていうのを何回もチャレンジするわけですよ。与えられるかもしれないけど、で思った通り2回前があります。で大学4年生が僕終わって、ほなもう定期が買えなくなるでしょ。ほんでまあアメリカ留学するまで仕事もせんかったから、何ヶ月か間があってどっか教会行くのに足がないとお金もめっちゃかかると、バイクが欲しいなと思って、大学の4年4回か3回かで何かでね、10万か12万かで友達からバイク買って、あの 400cc のアメリカに乗ってる時あったんですよ。で、まあ、こういうこだわりのある性格やから、もう好きなこだわりのあるものしかもう乗りたくないと、いうので丸ボロ版カスタムっていうのは結構なかなかだった。スピードもねビーンってなったりして乗っててね、あれもう一回欲しいなと。で当時はアーサー・ホーランドっていうお茶が結構ヤクザとかバイカーとかのミニストリーやってて、ああこれはちょっとイケてるクリスチャンになるにはアメリカンやと思って、まあ、ちょうど大学も出るし行くまでの間足もいるし、これは神様与えられるやろうと、絶対行くわと、これは絶対行くわ、ちょっとほんまに神様に求めてみようと思って、マジでこれいるから、お金もかかるしね、足がいるから、これは神様ちょっと求めようと、神様もう足がないです、なんとかこう足が必要ですって、まあバイクまあまあしません、50万も60万もたまにちょっと人が売れるんだってやっぱ10万からね、友達価格でも10万でもしません。なんか知らんけどね、ある日家帰ったらお父がバイク持ってきとって、ええよってふって見たら原付きなんですよ。あ、原茶かってお、これ借りてもいい、いや俺も乗るでいいとか、それは困ったなって、あ、俺またチャンスがあると思って、これは原付きを飛んでたまに行かれるけど本ちゃんが来るんかなと、もう帰ったら俺困るから、そこで次の日またふってみたらバイクがあるの、もう一台原付きがあるんですよ。あ、結局神様俺に原付きに乗れということかと、ああそうですかと、アメリカではないか、確かに維持費もかかります、税金もかかりますが、それからかかりますわ、原付きめっちゃ燃費いいですね。150円で年間は元取れた世界ですよという話がありました。以上でですね、まあ、こんな過去の話があって、まあお金があったら何したいかですわ。もうちょっと話だいぶ飛ばすわ、つかみいっぱいあったんですけど、今日お金の話するんですけど、お金の話だと聖書でいっぱい出てくるので、まあ本当に一個一個丁寧に見ないとこう問題があります。だけど、まあ、今日僕の証に沿ってやってみたいんですけど、お金の使い方には3つあると言われます。基本的に1つはお金を使うから、まあ消費ですよね、何かに使う、減っていく、でも何かもらえる、サービスやったり体験やったりなんかね。でもこの使い方には2つのこう消費の中にはもう1つずつあります。いい消費と悪い消費、次につながる消費と次につながらない消費、もしくは、まあ、日本語で言うと生き金とか死に金ですね、まあ、よく俗に言う無駄遣い、浪費、ウェイスから、もう一つはこれやったら何か人のためになったり、次につながったり、お金自身が増えていったり、お金からを使って何かが増えていったりという投資、インベストメント、この3つがあります。コンサンプションの中にはウェイストとインベストメントがあります。まあ、僕たちがこうお金やとか自分の献金も奉仕もそうですよね、この人生を神様に捧げるということは消費ですよ、コンサンプションですよ。でもそれは神の国のためにするということはいいことですよね。次につながるものですか、つながらない、つながるものですよね。僕らがいいかどうかわからなかったとしてもやりなさい、これちょっと開けなくていいですけども、第1コリントの
15-58 には、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちのロープが主にあって無駄でないことを知っているからです。私たち奉仕者は、また神に仕えるものは、神にあっての自分のローク、苦労や痛みや困難や葛藤や、何が用いられるかわからないけれども、一切は無駄ではないという確信を持つということ。これは投資です。霊的な投資です。お金を増やすためではないけれども、お金を使って何かをするという本当の価値のための投資です。究極的には神に仕えるということは、次の世代につながります。もう言うてる間に僕ら死にますから、本当にあっという間に。言うてる間ですよ。何残せるかなと。で、この生き金ということを考えたときに、僕自身は、まあ、親からはあんまり贅沢は本当されてないんだけど、教育、まあまあ、指導、人間的な、精神的な教育もそうだし、まあ、学力的な教育もそう。またそれをやることによって得られる体験から得る教育というのに対してすごくこう感謝をしています。だから自分が大人になったら子供にも同じだけのことをしてあげたいというところから、まあ、その学費に対するこだわりとか、それに対する備えとか、それに対してすごく強いですよね。もしくは子供は子供の人生があるからお金がなくてもその体験から学んで成長してほしい。でもできるなら親として僕がその役割を担いたい。まあちゃうかったらええねんけど、もしくは子供とか思春期やったり10代20代の前半まだ感性豊かな時に興味を持ったことやりたいと思うこと、そこに対して必要なニーズがあれば投資をしてあげたい、買い与えてあげたいものであるか体験かわからないですよ。もうそこをやってあげたいのはすごく僕らが強かったです。まあ、これはなぜなら生き金やと思うから、形には残らんけども経験値に対してはお金を惜しむ必要がないというのは、まあ、自分自身は子供の中でありました。じゃあ何個ぐらい金あったらいいねんっていう話を今日いろいろしてたんですよね。でもちょっと話長なるから切りますわ、ね、個人資産で一番なのはね、やっぱビル・ゲイツさんで、3番目にあとあのウォーレン・バフェットとかね、この人は大体公表できる資産ですから、まあ、あんま悪い人じゃないですよね。悪い人は公表せずにいっぱい違う形で財産を持ってますから、世界に牛耳ってますから。でも個人資産でビル・ゲイツとウォーレン・バフェットさん、さあ、何本持ってるでしょうか。お、10兆円と思った。お、来たね。超単位です。正解です。トップ何とか入るか超単位です。でも10兆円とかも意味わかんないですからね。ビルの中で。あっても繋がれへん。昔僕の使い取った最初の社長がね、大金持ちになった時に、もう今日も頑張ったし金も稼げた、部下も全員連れて今日は1000万飲むぞと、今晩1000万飲んだろうってガーン持って行ったけど、もう40人ともウェーなって1000万用の時なんか使い切らんかったね。それ話やな思ってね。まあでも4000万、まあ、1000万あったら今やったらね、そんな飲食代も使わない、もっといいもの違うもの買えますわ。8兆円ですよ、8兆円を公表してるだけで。ね、例えばね、西村さんなんか、ね、コーラ好きですよね。ね、コーラね、150円ですよ。何を買えねえと。もし仕入れ値で大体80円としたらね、仕入れ値80円としたら、8兆円あるんですよ。8兆割る80。1000億円、1000億本、1000億本買えますと。ね、この残りの人生、あと何年いきますか。もう30年後でしょ。あと40年としましょう。40×365、僕、試算してきたんですよ。1万4060日で1000億本在庫あると。これ何本1日の前に届くんですか。そう、600万本ぐらいのレスコミ超いらんみたいな。1日600万本使うんですよ。なんでコーラだけでいいの。ただこれはね、今でさっき言うたお金の使い方、消費やし、8兆円あるとして考えたら浪費なんですよ。もう8兆円あったらね、コカ・コーラごと買収してしまえばいいんですよ。ほんなら経済もお金も生みながら自分も飲み続けられるでしょ。ほんなら8兆円分買います、あるから使いますわ。これで貧乏人の考え方。でも本当の金持ちはそれを使って継続していくと考えるわけですからね。では話戻りますね。 お金は繁栄の象徴です。旧約聖書ではお金悪いもんじゃないです。ただお金は手段であって目的ではないというのが今日のメッセージです。自分の安心がどこから来るか、ここを探りましょうというのが今日の本当に自身のこの1ヶ月の経験です。ちなみにですね、旧約聖書の中で、まあ、アブラハムやイサクや、ね、ヤコブとかにね、あとヨセフとかヨブ、あと、まあ、ダビデもそうですよね。もちろんダビデそう、
まあ、エステルとかカレブとかこう勇気のある、ね、投資、自分の行動というのですよ。でもアブラハムとかまあまあやつは金持ちでしたからね、途中からですけどね、途中からだけど、まあまあ、ヤコブも相当な苦労人ですけど、結果ものすごい資産家になりましたから、手の技はめっちゃ習得されたと書いてますね。信仰があったら勝手に当たられるんじゃない、ヨセフもそうですよ、知恵あるものだったけど、夢を解き明かしてできたけども、だけど彼自身の経験と神を恐れていく姿勢が多くのものを管理するときに生かされたのはもう明らかにそうです。ヨブもそうです。金に執着はなかった。お金をどう使うかです。モーセもそう、与えられたものをどう使っていくか、ダニエルもそう、王になったけど王になる前まあまあ痛いやつですから、彼もね誠実ですよ。でも神と神の権威に対しては誠実で、羊飼いだから忠実、小さなことに忠実やった。みんな苦労人で下積みがあって、ね、神様へのこう誠実な姿勢を訓練されてきた人や、だから扱えたんだということを考えます。でそこで考えたら、僕一人ね、ソロモンが例外なんですよね。あいつはほんまによろしいな。この資本主義社会で考えたら、生まれながらに資産家の子供で金持ってる、金持ってたら絶対うまいこといいこと世の中できてるじゃないですか、今の資本主義ね。ソロモンです、ボンボンのソロモン、ソロモンって僕言うんですよ、ソロモンええなあれで。でもソロモンもやっぱね、いいところあるんですよ。彼はやっぱね、神様喜んで祝福したけど、親からの遺産はあったけど、彼が求めたのは金よりも知恵やと。お金がなんぼあるよりも、神様の知恵があることの方が大事だと。金以上の価値をやっぱり見出していたし、神様はそこを喜ばれたんだというところは、あ、これはもうソロモンさん、ちょっとすみません、偉そうなことまでミスってすみませんと。ちゃんと見習おうと思いますね。神様の知恵があったら何でも解決できるじゃないですか。よう言いますね、この話でね、ドラゴンボールの支援のもし来たら、一つだけ願い、三つやけど、まあ、一つ願い叶えてくれるとしたら、何願いますかと。あれ欲しい、これ欲しいって祈るか、いやいや、リアルにドラえもんのポケットが欲しいって祈るか。まあ、次に繋がるでしょ、ドラえもんのポケットがあったら、何も世界征服できますよ。ね、これ欲しい、あれ欲しいって言ったら一発で終わり、これ消費。でも投資は、ドラえもんのポケット、次に繋がるから、まあ、賢い。賢いですよ。まあこういう感じの発想で僕は祈って結婚しました。奥さん選びました。でも示されたから、なぜなぜね、神様に投資をすることが一番の次につながるものやという信仰を持って、で目の前に起きた苦労や大変さは自分自身の神からの訓練として忍耐として受け止めている。どう振る舞っても栄養にしか続かない、神様の秩序の中では。だから私たち神様を褒めたたえます。ね、結果が見えなくても褒めたたえれば、いつもそのチャレンジありますけれども、結果は必ず良くなります。オーライになります、うん。で、旧約聖書ではとにかく知恵とか人の勇気とか誠実さとか頑張ること、努力ね、これに必ず報いてくださる方だって神様は言ってます。だから、まあ、それを無駄にする人はないです。何でもこう神様、私たち貧しいです。貧しいところで耐えることとか、まあ、貧乏であることとか、まあ、それが美しいわけではない。それ乗り越えることもできるし、しんどい時にも喜ぶことができる。両方私たちは勝利者だ。旧約と新約の流れがあるということを言っておきたいと思います。あと何か見事が出てたっけ。次、これですね、新命記の28章はよく言う、あなた方が私に従うなら祝福と繁栄を与えよう。食べ物がついてくる、置いておく。私に従わなかったら呪いが起きますよ。有名なところです。要は神の国と神の義を第一にせよ。そうすればいろんな意味で祝福必ずあるからと。同じこと言ってたんですけど、ね、神を第一に愛せと、心を尽くし、本当に神様を遊ぶのが第一、隣人を遊ぶのが第一、立法は全部そこ、立法を守るものは神の永遠の祝福を納めるものになるって変わらない、お給料もしても変わらないです。でも同じように従わない場合は呪いがありますと。呪いというのは、まあ、その収穫を失ったり、まあ、お金やとかね、借り取るべきものを失ったりしていきますと。受け継げない、あるいは生かせないようになりますということです。次、そうね、報いてくださる方、これは、別歴代史読書やから、ソロモンが神殿できた時の祈りです。でここは、あなたご自身があなたの御住まいのところである天から聞いて、ね、こう私たちのこの神殿で祈る祈りはあなた天から聞いて、許し、一人一人に全ての生き方に従って報いてください。あなたはその心を知っておられます。あなただけが人の子らの心を知っておられるからです。神様はあなたの心を見ています。本質をちゃんと扱います。また報いてくださる方ですから。っていう方なんですって。だから必ずしもしんどいところを通ることがどうこうとか、そんな表面に捉えて、神様は私を知ってる。で、まあ、また望むところに置く。
私とあなたの関係の中で、でも報いてくださる方です。次、詩編の18の20にも、主は私の義に従って私に報いる。私の義、これはあの救いの完璧とかじゃなくて、本当に何が正しいか、どういう誠実さかという心を神様はちゃんと見られる公平な方ということです。私の手の清さに従って私に償いをされます。私の手の清さに従って私に償いをしてくださいます。ようさ、そうかそうか、すまんかったな、ご苦労さんやったな、大変やったな、よくやった、忠実な我が仕事よと言ってくださる方やということです。これも信仰も教育も変わらない。イエス様のエピソードもね、そのやダビデが祈っていることもね。はい、次です。ところがですね、まあ、お金というところでいくと、まあ、お金が目的になるとき、お金やお金が成功とか人生のゴールになっちゃうんじゃないかということに対する注意もあります。これ新約聖書の特に多いんですよ。清くて正しくあることとか小さくあることに目がいってしまうんですけど、テモテのところではね、6の16から、しかし満ち足りる心を伴う、満ち足りる心、経験こそ大きな利益を受ける道です。私たちは何一つこの世に持ってこなかったし、また何一つ持って出ることもできません。衣食があればそれで満足すべきですと。金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠と、また人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲望に陥ります。最悪な言い方ですもんね。金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て、非常な苦痛を持って自分を差し通しました。お金が目的で追いかけ始めたらええことないぞ。また周りにもめちゃくちゃ迷惑かける。つまりここはその手段というものであってゴールでないということを謝るんだということですよね。ということは、お金を求めて何か良いことをしたいとか、誰かを助け出したいとか、必要を満たしてくださいということを否定しているわけではないです。でもそういうことをやって扱っていると、どうしてもお金に安心がいったり目がいったりしてしまうんです。ゆとりが出てくると、追い込まれなかったらほっとっても神様が離れていくのが私たちの性質なんです。これは責めてるじゃない、これが罪なんです。だからこそいつも私たちを試みなければ、足りなくなったら足りなくなったで悪いことする、満ち過ぎたら満ち過ぎたらで、もう甘やかされてしまってめちゃくちゃになってしまう。これが私たちなんだということを覚えておきましょうということです。箴言の30、これ僕ね、学生の時大好きだったんですよね、これね。箴言の30の8でね、不真実と偽りから私を遠ざけてくださいと。見るべきものとかいろんな人のメッセージだとかも本物だけをくださいと。貧しさも富も私に与えず、ただ私に定められた分の食物で私を養ってください。何食っても満足しますから、ね、フランス料理食っても最高、一緒にお母さんとデートしても最高、そんな日もある。でもめっちゃ腹減ってめっちゃ奉仕した日の昼飯の卵かけご飯、死ぬほど前全然でご飯まで行くね。で9章9節です。私が食べ飽きてあなたを否み、主は誰だと言わないため、また私が貧しくて盗みをしてしまって、私の神の皆を汚すことのないため。これもうめちゃくちゃ祈ったその学生の時にね、最低限はいるねんと、サンマニア、たくさんの金はいらんけどサンマニア。これはあくまでも今思うと自分自身の個人に対してです。これは多くのものを背負うようになって多くのことをしたいと思ってきても、自分個人はね、起きて繁盛出て一条、この精神忘れずにということですね。これはもう本当その通りです。でも多くのことをするのは悪いことじゃないです。ただ高慢だけ気をつけましょう。この手が、この私の力がこの富を築き上げたのだと言わないように、これ出エジプトの時からと言われているんですね。そしてまたそのチャレンジとして私たちには献金やとかがあります。え、十分の信仰するときにアブラハムですよね。最初は彼も本当に思いもよらぬ方法から本当にものがあって得た、自分のこの戦いに勝ち取ったものだった。ところがそれを十分の一は神から来たものだったという、やっぱり謙遜さがありました。全てのお困りは神から来ます。祝福も来ます。そこでの振る舞い方や喜びも神から来ます。いいですか。ですからどのような状況なんでも私たちはいつも神様に礼拝し続け、神様から喜びを得る、この精神を忘れないようにすれば、まあ、繁栄はいただけるでしょう、扱えるようになるでしょう。で、置かれた状況でどうするかと、あとは神様がどのようにされるかということを求めなさい、ね、そうすれば与えられます。同時にその後続きます。探しなさい、そうすれば見つかります。もう一個続きます。抱きなさい、そうすれば開かれます。 Ask and seek and knock です。これ悪いことじゃないから、区別されてますからね。 Ask、 もう Ask が得意です僕はね。
もその後のスリープもノックもしていいです。でもその求めて与えられたものをどうするのかが次の本当に大事なステップなので、そこを間違えないように。本当に喜びや安心がいっぱいあります。で、その小さなことに忠実にというところで、ちょっと急ぎ足になりますけど、ルカの16章に不正の富の管理に、あるお金持ちの人のお金を管理してました。貸しました、利子を取りました、儲けていました。でそれを借用証書を騙して、まあ、自分のものにしたりとか、まあ、そういうのがバレてしまって、自分がそれ、まあ、利子を取って、いや猫ばばしたら、業務上横領をしてしまったわけですね。でもその人が、もうお前もうええ加減にせよって言われた時に、もうあかん、俺にはこの金貸しの計算するしか賜物がないから、なんとかこの賜物で喜ぶ方法ないか、助けられないかって考えた時に、まあ、結果として、立法を守ってる、借金してひどい目に遭わした人も喜ぶ、でまあ主人も何も言えない、言い返せないっていう究極の方法を見つけ出して、彼はその場を忍ぶわけですよね。まあ、ただ周り悪いことをしとったやつがこんなの抜け目なくやる、ね、小さなことに忠実に何とか乗り越えようとする。それに対してまあ結果として A さんはそれを褒めるというね、まあ、よくわからんなと言われるところがあるんですよ。まあ、ルカの16章です。まあ、これはこれでまたやる日があったらいいなと思うんですけど、でも8節、10節、11節と書いてるね、抜け目なく賢くやることを褒めました。また小さなこと、またこの世の富ですね、不正の富だ、この世の富に忠実な人は、もっと大きなことも忠実ですと。ちゃんとやる人は何やってもちゃんとやるやと。ちゃんとやんねんやったら、肉的な金ではなくて、霊的なもっと良いものを任せますと。まことの富を任せるのが霊的なものです。神の国に関するものです。ということは、神の国のことを担おうと思うと、このようなことはできてて当然っていろんな考え方もできるわけです。あんな耳が痛い。あんな耳が痛い。まあだけど、まあそういうものですよ。でもそれは経験しないとできないから、奉仕させてもらっていること、多くの重責を担わされていることを感謝して、それぞれの役割をしっかりと果たしていきましょう。家庭においても、まあ地域においても、まあ職場においても、教会においても、いろんな私たちは所属がありますから。ということです。はい。そして、次ですね。ただ、お金はあくまでも方法であって、ただ、いろんな賜物と恵みと祝福、今日の賛美にもあったように、神様の恵みは満ち溢れています。それを持ち寄っていくものが私たちのこの教会です。ね。1ペテロのところには、何よりもまず、互いに熱心に愛し合いなさい。愛は多くの罪を負うからです。つぶやかないで、互いに親切にもてなし合いなさい。それぞれが賜物を受けているのですから、神様のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて、互いに伝え合いなさい。語る人があれば、神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力、能力によって、そのにふさわしく奉仕しなさい。それはすべてのことにおいて、イエス・キリストを通して、神が表されるためです。ね、栄光と支配がいろいろ限りなく、キリストになります。どんなお金を持ったり、どんなプランを持ったり、何をしてもいい。でも全てはキリストの栄光が変えるものとして私たちがいるんだ。また、豊かに多くのファッション、ビジョン、ボーイズ・ビー・アンビシャス、多くの夢を持って、そこにチャレンジしていくことというのは、彼女はすごく喜んでいる。クリアのことっていうのは喜ぶ。もうでも、これぞ繁栄ですよね。乏しい、私たちには乏しいことがない。必要は満たし、どのような方法かわからない。でも、神様してくださる。でも、望めば望むほど、思った以上の何かが必ずできる。この祝福を忘れずに私たちは歩んでいきます。このキリストにある希望、そして神の国の資産、自由に私たちは天の祝福を自由に使えるものだ。目の前のお金も天から来たものだ。そこを見ずに天の扉をしっかり見ていく信仰を持ちましょう。で最後です。お金で買えないのが本当にこのキリストの救いの愛です。このキリストの十字架があったからこそ私たちはこの祝福を体験できるはずです。体験してないのはもったいない。浪費ですわ。消費でもない。キリストの十字架の浪費。御国の鍵をしっかり使いましょう。じゃあ、お金持ちの人ってやっぱね、まあまあ賢いですよ、やっぱりね。またいろんな思いがあって、ちゃんとお金持ちになった人もおるし、まあ悪いイメージが、お金持ちは悪いイメージあるけど、まあなかなかの人格者も多いですよ、お金持ちの人は。なぜならお金を扱うことによって訓練されてるから。でも真理を知らない。だから乾いてるんですよ。お金をどうしていいかもわかんない。お金があったら安心すると思って、お金めっちゃ稼いでる。でもどうも使えない。いてますよ、なんか。本当に救いが必要なんです。私たちは本当にお金に勝るこの救いを本当に語れるんだろうか。自分自身はそれを持って信仰者として本当に生きてるんだろうか。なんで伝道したくて、なんでその魂の救いを味わってもらえたくて、
やっていくかとか、この世界を回復していく大きな役割があります。それを通して僕らも成長していきます。でも本当にこの魂の救い、そして救われた者が神様の力によって全てを扱えるようになっていく真理によってこの地上を治めていく、これ信仰の奥義です。どうせ扱うならそれを扱える人たちに私たちにはなりたい、そしてその証に満ちた教会でやりたい、そしてそれが次の世代につながっていくことは一番の投資です。だから僕は教会に億単位の投資をしたいとか献金をしたいと何年か前にビジョンを見たと言いました。それは教会がちゃんと土台ができて地域に目指すということは、その地域に常に神の御業がおめでたい人たちが集まる場があるということです。揺らぐことのないキリストの要塞です。私の要塞だと言うんです。戦う場所です。世の価値観、教会に物心両面でしっかりと支えていくものは幸いであるということを覚えて、何が信仰の大切なことかということを、忘れないように礼拝を望みたいなということを私やってメッセージにしたいと思います。一言お願いします。愛する天の神様、みんな崇めます。いろいろ話しましたけれども、本当に私たちはこの世の中でいろんなものを見ます。また自分の自身の欲にも貼られます。でもあなたは必要なものを与えてくださろうということを忘れるなとあなたはいつか言ってきます。またあなたは良い方ですから、私たちが思う以上のものを与えてくださる方です。何が本物で何が大事なのか忘れないようにしてください。本当にイエス様が最高です。救い主です。父なる神様の本当に共に生きるクリスチャンの人生は本当に最高ですと心から私たちが証しをし、それを心から真心から隣人に分け与えていきたい、そのような愛情で心が満たされますように。また本当にあなたの物心両面豊かな祝福を受けて満ち溢れて押し出していくものとなるように、私たち一人一人豊かに祝福してください。多くを許された者は多く喜びます。そして多く与えられた者は多くの者に投資していきます。神様、私たちの人生はそうでありたいんです。小さなことで縛られるんではなくて、本当にこのたった一度の人生を、この人生をイエス様あなたにかけたんです。あなたの救いは本物であると信じて信仰を持って踏み出したんです。なおさら私たちの人生を豊かな収穫あるものにしてください。私たちの知恵を本当に豊かなものにしてください。あなたの御言葉の知恵で満たしてください。それを信じて踏み出すものとしてください。本当にそれをもっと夢を持って神様の中に踏み出していくこのチームでありますように。このチームで一つです。この家族で一つです。何一つ欠けることがないんです。ありがとうございます。それぞれに豊かな恵みの賜物が与えられていることをありがとうございます。本当にそれが文化的にも満ちていることをありがとうございます。もっともっとみんな愛し合って仲良くなって、神様あなたの豊かな恵みで満ちた共同体がありますように。世の光と希望でありますように。上乾いたものを満たしていく集団がありますよ。私たち豊かにどうぞ用いてください。証を本当に与えてください。どうか大きな目を開けてください。神様、あなたは私の価値観の中に入れてしまう罪から許してください。あなたは私たちの価値観の中に閉じ込めてしまう小ささをどうぞ許してください。また知恵を与えてください。また迷いなく喜びを持って決心を持って使い、あなたを愛していくことができますよ。今やるべきことをしっかりやっていくことができます。それが無駄でないこと、このロープ、主に対するロープが無駄でないということを私たちが本当に知ることができますよ。期待します。ありがとうございます。イエス様の名前を通してお祈りいたします。